今日は秋葉原に来ています。ちょっと中国の旧正月初日ということで、結構たくさん中国人がいるかなと思うので、秋葉原を紹介していきたいと思います。ここが中央通りという秋葉原のメインストリートです。こんな感じで、こっちは中央線が走っています。 JR ですね。ここは、アイドルの CD とか DVD とか、フィギュアを販売している店ですね。最近はなんかこういう恵比寿中学金八とか新しいアイドルグループ、これは桃色クローバー。ここは山田電機ですね。看板もこういう中国語があったりとか、まあ、今日は朝なんで人は少ないんですけど、まあ、これから多分人が増えてくるんじゃないかなと思います。はい、今から先ほどお話した昭和通りをちょっと歩いてみたいと思います。こういったバスで、海外から観光に来られる方とか結構いるんじゃないかなと思います。ここがドン・キホーテで、AKB の秋葉原の劇場があるところ、こういうちょっと昭和通りから入ったところにもたくさんの文化製品の発表があります。1、2、3、4フロアも全部埋めるカフェですね。妖怪ウォッチとかですね。あとフィギュア、こんな感じです。